こんにちは。台風4号から変わった低気圧の影響で日本海側北部を中心に大荒れとなっています。利尻島では50年に一度の大雨となっています。では現在出ている警報です。宗谷地方、稚内市などに大雨、洪水、暴風、波浪警報、上川地方に暴風警報が発表されています。また続きまして、上川では暴風警報、留萌は暴風と波浪警報も発表されています。この後も警戒してください。そして同じく留萌に暴風と波浪警報、胆振には暴風警報、石狩市に暴風と波浪警報、石狩と空地に暴風警報が発表されています。同じく空地に暴風、尻部市には暴風と波浪警報、同じく尻部市に暴風と波浪警報、渡島が波浪、檜山が暴風と波浪警報が発表されています。ではこの後の雨と風の予想です。動かしていきます。午後も初めは南風、後北寄りの風が強いでしょう。瞬間的には30メートルから35メートル、暴風が吹く恐れがあります。雨のピーク昼過ぎまでですが、宗谷地方ではすでに8月1ヶ月で降る雨を超えているところがあります。少しの雨でも災害には警戒してください。では今の江差市の様子です。こちら波がかなり高いですね。午後の天気と最高気温です。この後も日本海側北部では強い風とともに雨が降るでしょう。1時間に最大50ミリと非常に激しく降り、総雨量200ミリを超えるところがありそうです。すでに地盤が緩んでいるため、少しの雨でも災害の恐れがあります。増水した川などにも近づかないようにしてください。